音楽は人の心を豊かにし、世界を幸せで満たすためのものです。今日はその無限にある音の中から、秩序を持って並べられた音階ということの2回目になります。前回は日本の一番古くからある音階、民謡音階ということについてお話しましたが、今日は、この次に、日本にできた雅楽というものが日本に入ってきてから、日本に初めて、日本人がこういう音階に親しんだ、律音階ということをお話したいと思います。この音階の理論というものは、私が学生時代に音楽学者の小泉文夫先生に、教えを受けたものです。それでそれを私は三味線弾きですので、小泉先生に直接それを三味線に当てはめるとどうなりますかということを、教えていただいて、それで今皆さんにこういうお話ができるわけですけど、小泉文夫先生があれは、昭和30年代だと思うんですけど、日本伝統音楽の研究という論文を出されて、それから日本には音階があるということになったんですけども、それを初めて唱えられたんですが、それまでは、日本の音楽学者の方たちは日本には音階というものはないというふうに、結論付けてました。それは音楽を研究する方法というのが、やはり西洋から来た学問の方法で、クルト・ザックスとかそういう人たちの、理論ということに基づいているのかもしれませんけども、その、日本の音階を西洋音楽の理論で分析しようとすると、これは何とも中途半端な、何とも未開発な、未完成な、未成熟な音楽だというふうに結論付けられてしまうんですね。それで小泉先生は、小泉先生も実はバイオリンを弾いてらしたし、なんか僕も記憶の小泉先生がおっしゃってたのは、僕はイスラエルフィルハーモニーでバイオリンを弾いてたことがあるんだということをおっしゃってたんですけども、初めは先生のおっしゃるには、三味線音楽とか日本の邦楽なんか聞くと背筋が寒くなる、気持ち悪いような感じがしてたんだけども、その東大の学生時代に吉川英司先生という音楽学者の授業で、平井澄子先生という方の「ママの川」という曲の演奏を伺った時に本当に衝撃を受けて、世の中にこんな素晴らしい、こんな高度な音楽があるんだろうかということに大変な衝撃を受けて、それで日本音楽の研究者になろうということに決められたそうなんですね。それで、西洋音楽を研究する、もちろん西洋音楽の知識は、とかその具体的にバイオリンをそのプロとして弾けるくらいの実力をお持ちだったわけですから、その知識で日本の音楽を分析する、やはり、先達に習ってそうしていくと、どうもそういう結論になってしまう。それで、ふと考えてですね、そうだ、西洋音楽と日本音楽、ヨーロッパと日本は遠すぎるなと。で、世界地図を見ているとちょうどその真ん中にあるのがインドという国があるね。で、インドという、じゃあインドの音楽を勉強してみると日本の音楽が分かるかもしれないというんで、インドに留学して、まず南インドですね。で、インドというのは、南と北では大変文化が違うんだそうです。そこの南インドで、何年間かその、ビーナとかですね、からインドの歌とか、実際に訓練を、素晴らしい音楽学校だったんだそうです。白亜の宮殿でですね、そういう環境で音楽をその、具体的に勉強されて、実際に楽器も演奏されて、で、今度北インドに移ると、ビートルズが憧れたラビシャンカールみたいな人が出る、オーケストラなんかとも演奏できるシタール奏者とかいうのが出てくる、その音楽も研究して、その中でインド音楽のその
僕の記憶の範囲内ですけど、授業中にインド音楽はドレミファソラシドが、インド音楽はラテン語を使わないので、サリガナパナリザとかとかっていう、あのなんかザリガニみたいだなと思ったんですけども、そういうふうに唱えると。それでやっぱり七音階なんだそうですけども、でそのそれでそれを分析する、そのインド音楽はラーガという音階というものを非常に大事にして、それは今日はその例えばあの秋のこういう静かな一日でお天気が良くて、それでお昼頃だと、その時に演奏するラーガはこれだというふうに、あのなんとなくその音階をバラバラバラやりながら、即興演奏こそが本当の演奏で、もう決まってる演奏っていうのはこれは仮の形の演奏だということだったんだそうですね。それでそういうのを勉強するうちに、それで ある時、それで非常にいい演奏だと、みんなが日本みたいに待ってましたとか、大当たりとか声をかける、その中でいろいろ勉強していくうちに、日本音楽の音階論、テトラコルドで日本の音楽も東アジアの音楽もこう分析してみようということが、だんだんヒントが分かってきて、それでテトラコルド理論で日本の音楽を分析するようにすることができるようになった。それでその後、日本の先生はですね、私に直に、僕は日本の音楽の研究者なんですよ、日本の音楽を研究することが僕の最終目的なんですよという言葉をいただいてですね、いただいてっていうか授業の中でおっしゃってたんですけども、それ僕は非常に勇気を得て、この先生素晴らしいなと、で大ファンになって、もう他の授業一切出ないで、小泉先生の授業だけ1年生だったんですけど、そのもう大学院の授業、ああまた来てんのみたいな感じで、授業をもう追っかけのように授業を受けました。それで直にいろんなことを質問してですね、もう今考えると煩わしい生徒だったと思うんですけども、それで伺いました。それで小泉先生は、だけどその日本の音楽を研究するためにフィールドワークとして世界中のいろいろな音楽を勉強されたんですね。それで勉強されたというか、その現地に行って、その現地の人に会って、その現地の人から音楽を、そこで演奏してもらったり歌ってもらったりして、でいろんそれでいろいろそれを録音してきて分析したと。でその中でいろいろな楽しいエピソードがいろいろ伺ったんですけど、その中でちょっと、音階に関するというか、日本の文化というものに関するそのエピソードなんですけど、それは、確か台湾だったと思うけど、台湾 の、 先住民族の音楽を採取しに行った時に、そこは首刈り族なんですね。で首刈り族の音楽を最初、首刈りの時の、首刈った時の、首を敵の首を取ってきた時の喜びの音楽を、ぜひ歌ってくれって言ったら、いや俺たちは首刈り族ではない、今そういう隠してるんですね、首刈り族そんな首刈りなんかしないよとかって言うんで、それをやってくれないので、で僕はね、一計を案じたって小泉先生おっしゃるんですね。菅原伝授手習い鏡とか義経千本桜の話をしたんですよ。そしたら、あ、お前たちも首刈り族かと、言われて、そうだから菅原伝授手習い鏡は松尾丸丸がこうやって首を自分の息子の首をしたりですね、義経千本桜だと寿司桶の中に首を入れて、かつそれを持ってゴン太が、逃げていくとか、いろんな話がありますから、そういう話をしたら、あ、お前たちも首刈り族なら、じゃあ俺たちと同じだなと、だから俺たちの音楽もじゃあ聴かせてあげようって言って聴かせてくれて、それでそれをスプリン採取できたんですけど、お前たちもそういうことだったら、あなたも賓客としても迎えようと、一番大好きなお客が来た時に、お通しする素晴らしい部屋があるから、そこで今日は一晩お休みくださいと言って、通された部屋が壁中に首がかかってる部屋だったんで、ちょっと寝にくかったと
いうようないろんな体験をされてですね、その体験の中でそれで帰ってきて授業になるんで、そういう話をよくしてくださって、また会を改めていろんな話をしたいと思うんですけど、それだから僕は世界の民族音楽学者だと言われるようになってしまったんだけど、本当は日本の音楽が研究したかったんだよとおっしゃってました。でも小泉先生のお墓には民族音楽学者、ここに眠るっていう日が立っててですね、あ、先生の意図と違うなと私はお墓参りに行くたびに思うんですけども、そういう感じですね。それで、今日は律音階というその雅楽の音階のお話をしたいと思うんですけども、その小泉先生の分析によるテトラコルド理論でいくとですね、最初にお話しした1回目にお話した民謡音階、これが日本の一番最初にある音階、これがいわゆるジャズの方でいうとなんかマイナーペンタトニックというの、日本語でいうと二六抜き単音階というんですけども、それでできた。だから徳良俊一さんのですね、ピンクレディーさんが歌ってた歌なんていうのはほとんどこの二六抜き単音階でできてました。だから民謡の音階なんですね。だから頃それが流行ったんでしょうね。それでそれしか日本に音階がなかったんですけど、外国から雅楽というものが入ってきて、この音よりもさらに半音低い音、これを使う音を日本の音楽にできました。これは律の音階というんですけど、この音、これが律音階と言います。でこれは三味線音楽にも多用されててですね、これはやっぱり雅楽で、今はそうでもないけど、まあ、戦後の日本とかあるいは明治の日本とかはやはり鹿鳴館とか作ったりですね、日本人っていうのはなんとなく外国のことがありがたいと思う民族、もう歴史的に、でそれはその礎はいつできたかっていうと、もう聖武天皇とかそういう時代にできてました。だから桓武天皇の時代でもほとんど詩は漢詩しか読まないし、公文書は漢文である。で紀貫之さんが言う通りに男は漢文しか書かない、漢詩しか書かない、金文字は書かないんですね。で女性が書く、だから土佐日記は女性になりきって、書いたというふうに書いてますけども、そういうふうに完全に外国に憧れちゃうんですね。そうするとこれが入ってきたら、これかっこいいな、これ最高じゃんみたいな感じで、このこれがものすごく受け入れられてって、今用がものすごく流行って、今用というのは、まあ、今流行ってる、今の様と書きますけど、今流行ってる音楽という意味ですね。でこれが後白河法皇という方が、いらっしゃいまして、本当に平安時代末期ですね、平清盛とかの時代ですけど、その後白河法皇がこの今用が大好きでですね、それで良人秘書という書物をまとめられたんですけど、これは今用が大好きだったんだか白拍子が大好きだったんだか分かりませんけど、白拍子をみんな宮中に呼んでですね、で白拍子にその歌を歌ってもらって、それをその歌詞を書き取ったのが良人秘書だから、今流行ってる今用歌謡集というんですね、今一番流行ってる歌 の, ソングブックが良人、これが今用、これはおそらく君を待つ間の姫と待つとか、なんかこういうふうに私も分かりませんけど、おそらくこんな今めちゃくちゃですよ、だけどそういうふうに歌ってらしたんじゃないかと。これが実は1000年経った現代でも結構みんなに取り入れられてですね、小室哲哉さんが作られた曲でですね、ヘイト・テル・ア・ライという、これは加原朋美さんという方が歌われて、その年の紅白歌合戦で鳥を歌ったという曲なんですけど、これが全くこの私が今歌うと変なので歌いませんけど、ヘイト・テル・ア・ライという曲をぜひ聴いていただきたいと思うんですけど、これは完全なこの律音階、
だけでできてます。私もそれを紅白で聞いてびっくりしたんですけど、これ何や、律音階じゃないかと。でこの音階はですね、実は皆さんが本当によくご存知の君が代という日本の国歌、というのでお分かりのように、これ律音階で、君が代は完全な律音階だけでできてる歌でございます。それでこれが外国から来た雅楽の音階だということで、この音階を使うと何かオフィシャルな感じがするんですね。普通はこの君がってこういくと非常にオフィシャルな感じがする。これは三味線音楽でも取り入れられて、歌舞伎でも何かすごく偉い位の高い人が、特に奥元さんとか偉い人が出てくるときに、これが必ず、っていうので出てきます。これに奏楽といって笛とか太鼓が鳴って、なお物々しくなるんですけども、必ずこれが、ですからさ、偉くない人というか、普通の、村の太郎兵衛さんが出てくるときはこんな音は使わないで、みたいな感じで出てくるんですね。そういうふうに音階というのは使い分けます。でこの律音階は実は最近でも非常に流行っててですね、流行ってたかどうか、そのヘイト・テル・アライの後にちびまる子ちゃんという、皆さんよくご存知のアニメーションがありますけど、それの踊るポンポコリン、ピーヒャラピーヒャラタッタタラリラっていうのは、君が代とタッタッタタラリラはこれに使われてるんですね。だから後白河法皇が楽しんだこの音階は、今の子供たちも楽しんでる今代の音階、これが日本の伝統というのはこういうところにも意外と生きているんだなということがよくわかると思うんですけど、今日は律音階のお話でした。